どうもこんにちは、岡田です。本日はですね、3万円以下で買える格安のおすすめプロジェクター10選ということで、いろんなプロジェクターをですね試してきた僕が良さそうだなと思うプロジェクターをいくつかピックアップしています。コストを抑えてですね、家で大画面で映画を楽しみたい方にですね、ぜひ参考にしていただければと思います。それではですね、早速始めていきたいと思います。はい、まず1つ目がですね、こちら DRJ というブランドの小型 Wi-Fi プロジェクターです。こちらはですね、なんといってもですね、価格がもう1万円切っている金額になってます。8998円、そこからですね2500円オフクーポンが適用になるので、6000円台でですね買えるプロジェクターとなっています。このプロジェクターはですね、明るさは5800ルーメンで、ネイティブ解像度がですね 720p となっております。そしてですね、こちらは Wi-Fi でスマホとかをミラーリングする際に無線で接続することができます。でその他には USB ケーブルでの接続であったりとか、試しでですねどんなものか買ってみるのにはすごくいいかもしれないです。はい、では次いきます。こちらはですね、ポヤンクと読むんですかね、Wi-Fi プロジェクターです。こちらはですね、価格が8498円ということで、これもね1万円切る価格帯のプロジェクターです。でこのメーカーのプロジェクターは過去に僕も使っていまして、解像度に関しては 720p がネイティブ解像度で、明るさは6000ルーメンということで、比較的ねこれも安い中ではですね綺麗に見れたかなと思います。で先ほどと同様ですね、 Wi-Fi での接続で無線のミラーリングっていうのもできます。はい、そして次ですね、これブランド名がちょっとね読めなくて分かんないんですけども、ブランド名の後に Enjoy2 というモデル名ですね。こちらもですね現在の価格なんですが 12,999 円からですね4000オフクーポンが適用になるので、約ですね9000円ぐらいで買えるということですね。でこのプロジェクターもですね、このタイトルのところにはですね 1920×1080 最大解像度って書いてるんですけども、下を見ていくとネイティブ解像度は 720p と書いてます。で 1080p が対応ということなので、そこは注意点ですね。先ほど2つご紹介したものとですね解像度は同じということです。でこのプロジェクターはですね Bluetooth 接続もできるということなので、外部スピーカーとかヘッドホン、イヤホンですね、これをですね Bluetooth で無線で接続できるということです。はい、そして次いきます。こちらですね、グロービューというブランドだと思いますね。ちょっと読み方間違ってたらすいません。こちらなんですけども、価格が 19,550 円、そしてそこから5000円オフクーポンが適用されているということなので、約ですね15000円ぐらいで買えるプロジェクターになっています。このプロジェクターはですねリアル解像度 1080p と書いてますので、フル HD の解像度になります。先ほど3つ紹介した商品よりも解像度が高くなっています。そして明るさもですね9000ルーメンという明るさなので、先ほど紹介したものより明るく見れるということです。そしてこのプロジェクターも同じくですね無線でのミラーリングができるということです。 2.4GHz と 5GHz 帯の無線の Wi-Fi が接続できるということです。それによってですねタブレットスマホを無線でつなぐことができます。でこの金額帯ぐらいからですねプロジェクターの端子類ですね、この辺りもちょっと変わってきます。 HDMI 端子がですね2つついてきたり、 USB 端子が2つついてきたりします。HDMI 端子2つあることで、例えば FireTV スティックとあと Nintendo Switch を2つもうすでにつないでおくこととかができるので、そういう面ではですねすごくねいいと思います。はい、そして次いきます。ヤーバーのプロジェクターですね。こちらは価格が 21,999 円で、そこからですね5000円オフクーポンがついてます。なので約1万7000円で買えるプロジェクターです。でこのプロジェクターもですね 1080p リアル解像度ということなので、フル HD の画質になっています。で明るさも9000ルーメンと結構ね明るいプロジェクターにはなっています。そしてこちらはですね 4D 台形補正がついています。プラスマイナス50度リモコンでですね 4D 補正ができるということです。でこのプロジェクターもですね僕持っていまして、過去にねこの商品の動画のレビューも上げてますので、詳しくはそちら見ていただければと思います。サイズ感がですね1万円以下のプロジェクターと比べるとちょっと大きくなります。でその分ですね解像度がフル HD で見れたりとかですね、少し大きめになりますけど性能は上がっています。はい、そして次いきます。こちらですね、これ先ほど出てきたブランドでちょっと読めなかったブランドなんですけど、先ほど Enjoy2 というモデルのものをご紹介したんですけども、それの一つグレードの高いバージョンです。 Enjoy3 ですね。こちらはさっきご紹介したものと変わってですね、価格も上がってます。23,999 円からですね、6000オフクーポンなので、約ですね、18,000 円のプロジェクターになってまして、リアル解像度が 1080p ということで、フル HD のプロジェクターになってます。で、こちらもですね、Bluetooth 機能として、Bluetooth 5.0 が対応しているので、スピーカーなどもつなげれますし、スマホとかをですね、無線で Wi-Fi でつなぐことができます。まあ、最近のプロジェクターも大体この無線でのミラーリングであったりとか、Bluetooth 接続っていうのがついてきているものが多いので、他とのね差があんまりなくなってきているとは思います。でちなみにですね、このブランドのプロジェクターはですね、格安プロジェクターの中ではややですねこの焦点距離がですね短くてもいけるんですね。このプロジェクターの違うバージョンを僕持ってるんですけども、他の格安プロジェクターに比べてちょっとだけね焦点距離短くていけます。一応単焦点というのでこの説明に書いてあるんですけども、めちゃくちゃ単焦点かというとそうではないですね。普通の他の格安プロジェクターに比べて少し前の方で投影しても同じぐらいの大きさで投影できるというものです。はい、では次いきます。アンカーのですねネブラアストロというプロジェクターです。このアンカーというブランドはですね、モバイルバッテリーだったりとか、あと Bluetooth スピーカーとか、この他にもですねプロジェクターとかもいろいろ出してるメーカーです。でその中でですね3万円以下で買えるものというのが今現段階で見てみると、こちらになってました。これデザインもですね球体の形ですごい、可愛くてコンパクトな、プロジェクターになってます。これはですね他のものと違って Android 7.1 が搭載されています。家のね Wi-Fi につないでいただくとこのアプリとかがね入ってるんで、 Amazon プライムビデオとか Netflix、YouTube とかを他のね Fire TV スティックとかを接続しなくてもですね見ることができます。もちろんですねこれそれぞれ、プライムビデオとか Netflix 契約は、してないと見れないんですけども、わざわざねFire TV スティックとかを、購入しなくても、契約さえしていればこちらでねもうすぐにこのプロジェクターが届いたら見れるというものになってます。なので、他のものと比べてすぐに使えるというメリットはあります。ただこれですね解像度を見てみますと SD 画質で 480p と書いていました。このアンカーのプロジェクターは僕も試したことがないのでどんな感じの画質なのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、今ね先ほどご紹介してきたプロジェクターに比べると、やや解像度が低いタイプになっています。逆にですね解像度が高いものでこの Android がですね搭載されているものっていうのは結構やっぱりまだ高いんですよね。はい、この同じアンカーというブランドでもいろいろ出てるんですけども、やっぱりね割と高くなってきます。5、6万してきたりとか、フル HD の解像度のものとかだったら10万近くするものもあるので、なかなかね手出せない金額にはなってきます。はい、そして次いきます。ヤーバーのですね、V10 というプロジェクターです。こちらはですね、価格が 23,799 円からクーポンが 3,500 円オフついてますので、約2万円ぐらいのプロジェクターになってます。で、解像度はですね、リアル解像度が 1080p でフル HD ですね。で、明るさもですね、9500ルーメンということで、割とね、明るいプロジェクターになってます。で、ヤーバーのプロジェクターはですね、4P の台形補正がついているもの多いので、この、プロジェクターもですね、その台形補正がついています。で、もちろんこちらもですね、Bluetooth 接続ができるのと、無線のですね、ミラーリングができます。デザイン的にもですね、ブラックのカラーで結構かっこいい感じなので、インテリアにもこだわり持ってる方だったら、このね、黒っぽい色のプロジェクター買うっていうのも、面白いと思います。はい、そして次ですね、こちら、こちらもちょっとねブランド名よく読めなくて分かんないんですけども、価格がですね 27,999 円となってまして、そこから 8,000 円オフクーポンが適用されますので、約2万円の商品ということです。このプロジェクターもですね、ネイティブ解像度が 1080p ということでフル HD で見れます。そして Wi-Fi 対応と Bluetooth 対応もしていまして、明るさが9500ルーメンということで、この辺りになってくるとね、ほとんど同じようなスペックのものが多いので、デザインであったりとか、いろんなね評価を見てもらって選んでもらった方がいいと思うんですけども、このプロジェクターもですね、割と評価も良くてですね、格安プロジェクターの中ではすごくいい商品だと思います。はい、そして、こちら最後ですね、ヤーバーの Pro V7 というプロジェクターです。このプロジェクターはですね、僕が今現在使っているプロジェクターです。で、今このページ見てると、ちょっともう売り切れみたいで、今在庫ないみたいですね。またね、在庫復活したりするとは思うんですけども、価格帯はですね、今ここに表記ないんであれなんですけど、3万円以下ではあります。2万円半ばから後半ぐらいだったような気はするんですけども、このプロジェクターはですね、僕も今すごく気に入って使っているプロジェクターになってます。ポイントとしてはですね、他のと違ってですね、 6D 自動台形補正がついてるというところです。実際にねこれ使っていまして、ちょっとですね歪んでいるところとか角度がね変わったところでもある程度ね自動で補正してくれます。でもちろんですね、この自動じゃなくても手動で補正していけば結構ね、置く位置ぴったり置いてなくても設定していけばちゃんとね綺麗に補正することができます。多少斜めのところから投影してもね補正が 6D でできるので、すごくねそこはねいい部分です。そしてその他もフル HD のですねネイティブ解像度っていうのと、明るさもですね9800ルーメンということで、他のものよりやっぱりね明るいプロジェクターになってます。実際試してみた感じでもですね、すごく明るいプロジェクターです。ただですね、昼間の明るい部屋とかで綺麗に見れるかというと、そこまでは難しいかなというところです。ただ他のものに比べるとやや明るいとこぐらいでもある程度ね輪郭とかもちゃんと見えるようにはなってるので、この価格帯のプロジェクターの中ではだいぶと明るいプロジェクターだと思います。でもちろんこちらも無線のねミラーリングができますし、 Bluetooth 5.1 にも対応しているということです。はい、という感じでですね、今回ですね3万円以下の格安プロジェクターを10点ご紹介させていただきました。僕もですね今までいろんなプロジェクターを試してきたんですけども、最近ではですね3万円以下でもですね結構ね割と普通に見れるもの多いです。一昔前だともう本当にね3万円以下でプロジェクター買うっていうの自体が難しかったんですけど、1万円以下のプロジェクターとかでも完全に見れないということはもう全然ないですね。それなりにね普通に見れます。もちろんですね10万円を超えてくるようなですね高額なプロジェクターと比べると、画質だったりとか明るさとか、その他ね本体のファンがうるさかったりっていう、劣る部分はですねもちろんあります。ただ安くてですね家で気軽に映画気分をですね味わうのであればですね、一つのですね選択肢としてですね格安プロジェクターもありだと思います。まずはですね入門機としてですね試しにですね3万円以下のプロジェクターをね買っていただいて、でそれでねよく使うようであればゆくゆく10万円超えてくるようなですね 4K プロジェクターとかそういうのもやってみてもいいんじゃないかなと思います。で今回ご紹介したねプロジェクター製品なんですけども、このプロジェクターというジャンルは結構ね新しい製品が出たりとか価格がね結構変動したりとかいろいろあるので、今撮影している現段階での情報という形で、思っていただければと思います。で今回ですねご紹介した商品は概要欄の方にですねリンクも貼っておきますので、詳細を見たい方はですねチェックしてみてください。またですね今後10万円クラスのおすすめプロジェクターなど、その他にもですね、いろんな企画をやっていきたいなと思っておりますので、よければですねぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではですね本日はこんなところで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。